皆さんこんにちはこんにちは今日も皆様とご一緒に楽しく日本語表現について学んでまいりましょう普段の日常生活やビジネスの場面で使う生き生きとした表現を学んでいきましょうそれでは早速講義を始めていきますフットワークが軽いですね相手の方に対して相手の迅速な対応 それを褒める際に、このようなフットワークが軽いというような表現、使いますねそうですね、まあ、このフットワークという、ね、このまあカタカナ語、ね、横文字ですけれども、ね、やはりまあ自分の社のまあ部下に対して、ね、フットワークが軽いねと、まあ、つまりいつも何か仕事をするのが早いねという意味で使ったり、または相手の、ね、お得意様との,その関係において、ね、相手のそういう素早い対応。 それをまあ、フットワークが軽いですね。と言って褒めることま、いろいろな場面で使うことができると思います。少し場面で見ていきましょうか。いや、今回ねトラブルに関しまして、本当に迅速に対応していただいて感謝します。本当フットワークが軽いですね。いえ、お客様のトラブルには迅速に対応するのが消費者の社訓でございますから、さようでございますか？私たちも見習わなければいけませんね。何か起こりました際は、何なりとお申し付けください。で。まあ、このようにトラブルに対応する。 まあその速さ、ね、それもやはり、ある会社をですね、ある会社のよし悪しをまあ判定する良い材料ですから、ね、トラブルに迅速に対応するというのは、これ、心がけていきたいものですねそうですね、お客様のトラ,ブルにトラブルに迅速に対応する、その場で対応する、いち早く対応するのが、勝、ま、者、あの社訓ですから、また社訓の代わりにモットーですから。 などとも言えますねそうですね、まあ、そのようにして、自分の会社の、ね、目標としているところをアピールしていくことができるわけです。まあ、トラブルに限らず、ですね例えば、いや、今回、本当ね、私どもの急な依頼に対して、こんな素早く対応してくださって、本当ありがとうございます、フットワークが本当軽いですね。いえ、お客様のご依頼には、その場で対応するのが、商社のモットーでございますから。まあ、このように、ね、トラブルに限らず、いろいろな場面でもこの表現、使っていくことができると思います。 来週の件ですが、今、電話でお尋ねしてよろしいでしょうか、まあ、電話をであの尋ねる際ということなんですが、あ今は、まあ、いろんな、えー、忙しいこう時代で、携帯電話を使用するという場面も増えてきますから、例えば相手の方,に相手の,方の携帯電話にかけるなどというときには、相手の方がどんな場所にいるのか、どんな状況にいるのかということも考えて配慮することが必要ですねそうですね。 でもし相手の携帯電話にかけたときにですね、何かちょっと周囲が騒がしいとか、ね、何かこう電波状況があまりよろしくないとか、まあ、そういうことに気がついたときには、まあ、このようなセリフを使って、ね、相手が今本当に話すのがね、もう本当に都合がいいかどうかを確認することがこれ大事だと思います。これも実際実演で見ていきましょうか。まあ、電話がかかってきました。そしては私が取ります、ね。はい、私山田証券の沢田でございます。 鈴木ですけあ私、鈴木ですけれども、お世話になっておおお世世話話ににななっっててりりまますす来週の件なんですけれども、はい、今あの、このお電話でお尋ねしてもよろしいでしょうか。ああ、申し訳ありませんね、なんかちょっと周囲が騒がしくてね、そのようですね、今、外でいらっしゃいますかあそうなんです、実は。では、ちょっと細かい内容に関することでしたら、そうですね、私、車に戻り次第あのもう一度お電話をおかけしますので、えー、それでよろしいでしょうか。 申し訳ありません。ではそのようによろしくお願いいたします。はい申し訳ありません失礼します。まあこのようにね相手が携帯電話をまあとえ取ったとしてもですねまあその内容によってはまあ少し周囲の状況環境があまりよろしくないとそういうことに気づく場合もあります。ですからこちらからこのように確認してあげるといいですね。もう一度見ていきましょうか。はい私山田証券の田村でございます。山本です。お世話になっております。お世話になります。 来週の打ち合わせの件なんですけれども、はい、今、ちょっと携帯電話でお尋ねしてもよろしいでしょうかそうですね、今、ちょっと周囲がね、ちょっと騒がしいので、そうですね、細かい打ち合わせに関することでしたら、そうですね、私、3時頃には車に戻りますので、その際にまたお電話いただいてもよろしいでしょうか。かかしししししここまりままままりたた時頃とといいいうことですすすすねはおおおけ後ほどお電話いたします、はい、失礼します このように、ね、この表現をですね携帯電話という状況のもとでも使っていけるってことでしたデスクワークばかりで大変そうですね、まあ、相手の方の少し、えー、作業や仕事、ちょっとあの気遣う、ねぎらうような言葉ですが、まあ、デスクワークというと、まあ、座り仕事、ずっと座っている仕事で大変そうですね。そののような時にこのデスククワークばかりで デスククワークといいう言葉を使いますねそうですね、まあ、今回、主な、ね、表現として、フットワークということが出てきましたけれども、ね、同じまあ横文字として、ね、このデスクワーク、まあ、つまりまあ事務的な仕事、一、まあ、日中、座りっぱなしでね、やるようなそういう事務処理の仕事、それもですね、デスクワークという言葉で表現することがあります。まあ、例えば、いや私たちね、産業家の仕事はもう本当に資料の整理に日々追われてるんですよ。 そうですか、ではデスクバク、デスクワークばかりで、少し大変ですね。うんまあ、でもこれも仕事ですからね、仕方がありません。まあ、このように、事務的な仕事、ね、それをデスクワークと表現します。もう一度いきましょうか。ね、いや私、資料課は、ね、本当、毎日、皆さんの資料の作成とか、ね、その整理などで、もう日々追われているんですよ。そうですか、事務仕事ばかりだというのも、座りっぱなしでで大変ですねえそうなんです。まあ、ででももこれも私の仕事ですから このようにデスクワークという言葉を使って、その事務処理、事務仕事という表現をね、表せるということでした。